え、嬉しい、無役的。すごい、釣り鉢、え、釣り鉢。はい、こんにちは、おしんちゃんこと小笠井です。本日は久々の外撮影で、お気に入りのラーメン屋さん、鶴亀食堂さんにお邪魔していたのですが、何やら大きな釣り鉢が用意されていたんですが、ご来店ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。今回のご来店、お電話いただいてたので、はい、特別にお店から挑戦状をご用意させていただきました。ありがとうございます。そうですよね。こんな大きい釣り鉢、お店のメニューにはないですか、ね、はい、そこを、はい、買いに行かせていただきました。ありがとうございます。お願いします。そうですね、今回、当時4キロ。4キロ、はい、ラーメンを30分で。5キロ30分。はい、食べていただけたらと思っております。丈夫かな。結構ボリュームありますもんね。はい、ここも結構ボリュームがあるラーメン。久々に早食いチャレンジするんで、はい、ちょっと不安なんですけど頑張ろうと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回はチャレンジ挑戦します。鶴亀食堂さん、ラーメンや定食いろいろメニューありまして、私特にこの亀次郎がお気に入りなんですけど、麻婆系、あんかけ系、つけ麺、リングもいろいろあって、麺料理、おつまみ、定食も充実してます。しかも今ウニ丼が1周年記念のサービスとして提供されているそうです。ありがとうございます、はい、お待たせいたしました。おっきい次郎ラーメンです。どうぞ。ありがとうございます。すごい、マスがたっぷり、メンマに野菜もたっぷり入ってそうですね。すごいニンニクのいい香りがします。スタート。いただきます。やわらか、
が大体食べたりする気がします。でも結構もやしとかあります。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。ただいま食べます。ありがとうございます。28分37秒完食です。結構キリッとした醤油スープにニンニクをしっかり感じて、でもねもちもちも太麺ですっごい美味しかったです。チャーシューもねめっちゃ柔らかかったです。皆さんもぜひぜひ鶴亀食堂さんに亀次郎食べてみてはいかがでしょうか。他にもね、いろいろ美味しそうなメニューがボリューム満点でたくさんあるのでおすすめです。感染対策などを気をつけてぜひ行ってください。バイバイ。